リーナ先輩、お疲れ様です。ああキリト、何をしているんだ。俺は特に何も。なので対策本部の天幕で新しい魔獣の情報があればその対応に向かおうと思っていました。リーナ先輩は？私は今から魔獣の討伐に向かうところだ。どうやらセルルト家の資料地で目撃情報があったようでな。こんな時でも木こりを天職とした資料地民は森に入ってしまう。みんな勤勉な民ばかりだからな。なので私が一刻も早く討伐に向かわなくては領民に危害が及んでしまう。そのため急いでいるのだ。なるほど。先輩、俺も一緒に行っていいですか？構わないが、いいのか？はい、俺もちょうど魔獣の情報を得ようとしていたところなので、一緒に討伐に行かせてもらえるとありがたいです。そうか、では同行してくれ。よろしく頼むぞ、キリト。この森でしょうか？なあ、ここで会っているはずだぞ。それにしてもお前は全く変わっていないな。俺が？どうしてですか？一人で行く私を心配して共に来てくれたのだろう。正直に言えばそうですね。正直なところもそのままだ。先輩には嘘をついたところで見透かされてしまいますから。そうだな。だが私を心配するには及ばないぞ。でも先輩は対策本部に来てからずっと働き詰めです。毎日魔獣の情報があればすぐに討伐に向かうし、ほとんど休んでないんじゃないですか？それはお前の方だろう、キリト。私は平気だよ。それにむしろこうして再びお前と共にあれることが何よりも嬉しく、毎日が充実しているんだ。先輩。雨が降ってきたな。先を急ごうか。はい。よし。大丈夫か？はい。よし。もしや風邪でも引いているのでは？まったく、やはり無理をしているのは私ではなくお前だったか。いや、そんなことないですよ。多分寒いからな。おい、本当に大丈夫か？はい、大丈夫です。とはいえ雨に濡れたせいだろうか、頭がぼーっとしてフラフラする。体が熱い。無理はするなよ。きつくなったらいつでも言ってくれ。この声、魔獣か？そのようですね。行きましょう。ああ、倒せたようだな。ありがとう、キリト。手強い相手だったが迅速に討伐することができた。お前が来てくれたおかげだよ。本当に助かった。いえ、俺は別に。なんだ、頭が痛い。フラフラして。おい、キリト、大丈夫か？はい、大丈夫です。顔が赤いぞ。なんだ、リーナ先輩の声が遠い。めまいがして、視界が。おい、キリト、キリト。ここはどこだ？俺、なんで。起きたか、キリト。先輩。ここはセルルト家の所有する小さな別荘だ。狩りの際の休憩所や仮眠室として使っている。とはいえ今は狩りの季節ではないので久しく誰も使っていなかったようだがな。
そうですか。そういえばこの森はセルルド家の狩猟地だったな。だから別荘があるのか。キリト、少し失礼するぞ。え、あ、はい。先輩、おでこを合わせるなんて顔が近すぎる。どうやらまだ熱があるようだ。もう少し休んでいった方がいいな。すみません、迷惑かけちゃって。迷惑などあるものか。システムコール、ジェネレートクライオゼニックエレメント。よし、この布を頭に乗せるぞ。濡れ布巾か。ああ、冷たくて気持ちいいです。酵素を精製して混ぜた水で絞った布だ。これなら少しは熱を下げられるだろう。しかし体を壊すとは。やはり無茶をしていたのはお前の方だったな。学院時代からお前は変わっていないよ。人のために尽くしてもそれを表に出そうとしない。そんなことないですよ。先輩やユージはアリスたち、アンダーワールドの人々と違い、俺の体はリアルワールドにある。俺がこの世界で最悪死んだとしてもリアルワールドで目覚めるだけだ。でもこの世界に生きる人々の死は本物。昔目の前で死にそうになったユージを見た瞬間、怖くてたまらなかった。この世界でも死は確かに訪れる。だからこそ俺にはアンダーワールドの人々を守る責任があるんだ。誰も死なせるわけにはいかない。そのためには。お前が何を抱えているか私に全てを理解することはできないが、これだけは言えるよ。あまり背負い込むな。もうお前は十分に頑張っているよ。先輩。ともかく今は無理をするのは厳禁だ。いいな、ゆっくり休め。ありがとうございます。わかればよろしい。そうだ、キリト、腹は空いているか？はい、空いています。よし、それでは少し待っていろ。え、はい、わかりました。いい匂いがする。これは。待たせたな、キリト。お粥を作ってくれたんですか？ああ、口に合うかどうかはわからないかな。ありがとうございます。それではいただきます。その、キリト、待ってくれ。どうしたんですか、先輩。もしかしてお粥をフーフーして冷ましてくれている。舌でも火傷すれば大変だからな。はい、ありがとうございます。どうしてだ、先輩が固まっている。もしや。つまり口を開けてほしいのだが。え、先輩が食べさせてくれるんですか？そうだ、病人自ら匙を持つのはつらかろうと思ってな。病人って匙が持てないほど重症じゃないんだけどな。
でもせっかく食べさせようとしてくれているし、お気遣いありがとうございます。それではいただきます。あ、美味しいです。まろやかでリゾットみたいな味。あ、いえ、牛乳とチーズの味が濃厚で塩味が効いています。その料理がどんなものかはわからないが、とにかく良かった。これは母直伝の料理なのだ。さ、もう一口食べられるか。はい。それでは。ごちそうさまでした。美味しかったです。すみません、先輩にこんなことさせるなんて、そば好きとして情けないですよね。情けなくもないし、謝ることもない。お前に無茶はしてほしくないが、久しぶりにお前とこうして二人で過ごせて嬉しい気持ちもあるのだ。だから遠慮などせず、私をもっと頼ってくれ、キリト。ありがとうございます、先輩。まだ外は雨が降っているな。お前の体が元気になるまでもうしばらくここにいることにしよう。はい、それではお言葉に甘えます。そうしてくれ。キリト、もう一戦だ。はい、リーナ先輩。はぁー、せりゃ。上段から中段へのよどみない移動、剣線の緩急。キリト、腕を上げたな。リーナ先輩こそ上級集剣士だった頃の数倍は実力をつけたんじゃないですか。懐かしいな、こうして剣を交わしているとあの頃を思い出す。まだそう昔の話ではないのだが。はい、俺も先輩にそば好きしていた頃を思い出せてすごく楽しいですよ。少し休むとしよう。リーナ先輩、確かにここにいた頃よりも実力はついただろう。ウォロを破り、私はセルルト流の継承者として自信も持てた。だが何なのだろうな、ここでお前と剣を交わすたびに感じるこの郷愁のような思いは、私にとってあの一年はそれほどかけがえのない時間だったということか。あ、先輩、無知が。ん？何？これは完全に切れちゃってますね。天命値が減っていることに気づいてはいた。もう修繕も不可能のようだった。だが朽ちるのがこれほど早いとは思わなかった。キリトの打ち込みが強すぎるせいだぞ。ね、すみません。冗談だ。形あるものはいつか朽ちる、それだけの話だ。それって練習用の鞭ですよね。ああ、ではあるが、昔から使い続けてきた思い入れのある武具の一つだ。先輩の大切にしている鞭が壊れてしまうなんて、どうにかできないだろうか。どうしたキリト、急に黙って。いえ、何でもありません。ちょっと考え事をしてただけなんです。そうか、ではまたいつでも立ち合いに付き合ってくれ。
はい。そういえば、ムチはウルヤギの皮から作っていると言っていたな。町に行って、ウルヤギの皮を売っている商人がいないか調べてみよう。羊皮紙にカバンに靴？もしかしておっちゃん、動物の革製品を売ってるのか？おお、うちの弟が丹精込めて作った革製品の数々だ。とくと見てっておくれよ。今回はいいのがいろいろとあるぜ。じゃあ、ウルヤギの皮はあるか？ああ、すまねえ。ウルヤギは希少なんだ。もう売り切れたよ。うちの牧草地じゃ取れねえから、わざわざ遠方まで行って皮を仕入れてるんだが、今年はどうも数が少ねえみたいだな。そうだったのか。ちなみにその牧草地ってどのあたりにあるかわかるか？ウルヤギの牧草地は高山地帯にあるんだ。坊主、地図持ってるか？なあ。ウルヤギがいるのはこのあたりだ。なるほどな。教えてくれてありがとう。皮が売ってないのは残念だったな。仕方ない。リーナ先輩にこのことを伝えに行くか。なあ、リーナ先輩、ちょうどよかった。キリト、どうしたのだ？実はウルヤギの皮のことでお話が。なるほど。ウルヤギの皮は希少で商人からは買えない。故にその鉱山地帯にヤギの皮を求めに行こうと。はい、最初は俺一人で取りに行く気だったんですが、やっぱり先輩にもお話ししようと思って。あのムチは先輩にとって大事なものなんですよね。いや、だがしかし、キリトよ、近所に散歩に出かけるとは訳が違うのだぞ。もちろん分かってますよ。でもリーナ先輩、あのムチが壊れた時すごく悲しそうにしていました。俺もこれまで大切にしてきた自分の獲物が壊れて辛かったことがあったので、その気持ちは分かるつもりです。リーナ先輩には辛さを少しでも早く解消してほしいんです。そうか、そこまで言ってくれるのなら私としても断る理由はない。ではキリトよ、我が新たな無知の素材探しの旅に付き合ってくれるか？はい、もちろんです。あ、リーナ先輩見てください、あそこにヤギがいます。あれはヤギではなく羊だ。羊にはヒゲと角がない場合が多い。そうですか。じゃあウルヤギは。なんだい、あんたたち、もしかしてウルヤギを目当てに来たのかい？そなたがこの牧場の主か。ああ、そのつもりで訪ねてきた。もしよければウルヤギの皮を譲ってほしい。できるだけ頑丈なものをな。残念だけど、ウルヤギはここにはいないよ。いなくなってしまったんだ。なんだと？理由は？魔獣が多く現れて、ウルヤギたちを食い荒らしたんだ。羊たちはヤギより臆病だから、逃げて生き残ったんだが。ヤギは羊に比べて、好戦的とは聞いていたが、まさか。そのようなことになっていたとは。町に素材が下ろされてこないのもヤギ自体がいなくなってしまったからなんでしょうね。なんとも腹立たしいな、その魔獣。
倒しましょうよ、リーナ先輩。どちらにしろこの辺の人たちも困ると思います。そうしよう。倒したところでウルヤギは戻っては来ないが、平民の生活を守るのも貴族の務めだ。ねえ、それじゃ魔獣を探しに行きましょう。本当かい？そいつは助かる。よろしく頼むよ。任せてくれ。必ずや私たちで討伐する。リーナ先輩、言いました。魔獣の群れです。魔獣ども、一網打尽にしてくれる。これでこの周辺の魔獣は駆逐したようだ。でもリーナ先輩の無知の素材はどうしましょう？諦めるしかあるまい。あれは手によく馴染むというだけでなく、我が父より受け継いだセルルトの一族が代々継承してきた練習用武具なのだ。家宝というほど高尚なものではないが、一族の血と汗が染み込んだものだった。それが天命を迎えたということは少し寂しいが、亜流剣術と呼ばれたセルルト流の定めなのかもしれない。それじゃダメです。キリト？リーナ先輩はこれからもセルルト流を自分の誇りとして守っていくつもりじゃなかったんですか？確かに壊れたものはもう戻らない。でもリーナ先輩の志があれば流派の誇りは守っていける。あれに代わる、いや、あれ以上のいい鞭を作りましょう。そして今度はリーナ先輩からセルルト流の家宝として受け継がれるようなものにしていけばいいんです。キリト、そうだな。いや、その通りだ。よくないな。お前がいないと私はすぐに弱気になるようだ。いや、何でもない。で、その新しい鞭をどう作るか案はあるのか？その、いや、これから考えます。そんなところだろうと思ったぞ。すみません。キリトの話を聞いている間にある代案を思いついた。この近くの茨の林に動物の皮と同等、いや、それ以上に強固で伸縮性に富んだツタが育っているらしいのだ。なるほど、それを鞭の材料にするんですね。ここまで出向いたのだから寄っていこうと思う。ついてきてくれるか、キリト？はい、もちろんです。ここか。ああ、ツタが壁みたいに木々に張り付いてそこら中を覆っていますね。ああ、この林のツタの密集具合、これだけあれば良い素材は見つかりそうだが、探索そのものが難儀だな。でもどのツタも太いし強力そうです。これを当てられたらものすごく痛いですよ。素材として申し分はなさそうだな。リーナ先輩、ツタにトゲがついています。服を引っ掛けないように気をつけて歩きましょう。分かっているが、なかなかに厄介だな。この声、
魔獣？あれは植物が獰猛な魔獣と化した固有種のようだ。奴を倒さなければ先には進めなさそうだな。はい、やりましょう。魔獣を倒したな。これで先に進めるぞ。ですね。でも待ってください、今倒したやつ植物タイプで結構でかかったですよね。タイプ？あ、すみません、植物のような形状でしたよね。うん、確かにツタのようなものを身につけていたような気もするな。そうです、あいつの体をそのまま素材にすれば無知そのものも強くなるんじゃないですか。確かにそれは妙案だな。それでは素材として頂戴するとしよう。はい。確かに見事なツタだ。これなら良い無知になる。知り合いの鍛冶職人に渡して作ってもらいましょう。きっと前と同じくらい、いや、ウルヤギの無知を超えるくらいに立派な無知が作れるはずですよ。ふむ、これもキリトのおかげだ。感謝する。そんなことはありませんよ。リーナ先輩の強い思いがこの結果を導いたんです。その屈託のない笑顔には私は何度も救われたな。いや、何でもない、忘れてくれ。さあ急ぎ帰ろう。皆も我々の帰りを待っているはず。あ、そっちはツタが密集して。先輩、服が破れて。先輩、動いちゃダメです。引っかかったところからさらに破れますって。そんなことを言われても服が勝手に。先輩、なんという恥辱。私としたことがキリトと共に出かけられて浮かれてしまったとでも言うのか。今周りのツタを切るので待っててください。いいから、お前は来るな。私のこの姿を見られたくはない。でもそれ以上絡まったら危険ですよ。服だけじゃなくて先輩の体が傷つきます。いいからこっち見るな。あの先輩、どうでしょうか。服の店名を回復することができたからな。振り向いても大丈夫だ。よかったです。それじゃあ。まだ顔は見ないでほしい。あ、すみません。キリト、ツタをほどいてくれてありがとう。そして今日ここで何を見たかは秘密にしてくれ。頼む。もちろんです。誰にも言いません。ああ、嫁入り前だというのに私は何という姿を晒してしまったのだろう。嫁入りってそんな。大丈夫ですよ、俺できるだけ早く忘れますから。いや、よくよく考えれば悲観することはないか。先輩、なんせ見られてしまったのはお前だからな。そうですよね。
俺は男のうちの一人に入りませんし、気にしなくても。はて、そういう意味ではないぞ。え？じゃあどういう？どういう意味だろうな。先輩。さて、それでは町まで帰還するとしよう。よ、リズ。あら、ソルテリーナさんに。キリト、どうしたの？なあ、実はリズに作ってほしい武器があってさ。了解、何でも作ってみせるわよ。さすがはリズベットだな。衣装といい、優先度といい、何もかも完璧だ。いい無知ができてよかったです。本当にありがとう、キリト。これからもこの無知を大事にするよ。代々受け継いだものではなく、新たなものを受け入れることも大切なのだと今回身にしめて思った。私がセルルト流継承者として受け継いだ思いは、たとえ無知が壊れようと消えることはない。それは新たなものを取り入れつつ受け継がれていく。そうですね、たとえ壊れてしまったとしても思いが消えるわけではない。うむ、そして今の私に新たな思いを持つことを教えてくれたのはお前だ。これからも私はセルルト流に誇りを持ち続けていくよ。この新たな無知とともにな。あ、そうだ、また戦闘のお相手をしてくれ。この無知の効力がいかほどか知りたいのでな。わかりました、お手柔らかに頼みますよ、先輩。その約束はできんな。え、そんな。でも望むところです。それでこそキリトだ。楽しみにしているぞ。